判断が遅い。はい、鱗滝さんはね、これね、浅草で売ってたんですよ。約1万円分買ってきたので、商品を見ていきましょう。ホットなね、飲み物を頼むと、ついてくるんですよね、こちら。これもね、取っておきました。キャラクターが描かれてます。味の感想は、本当に普通でしたね。かわいいですよね、これ。はい。で、1つ500円のこちら、クッキーです。プリントアイシングクッキーということで、砂糖でね、描かれてるんですよね。こちら。で、クッキーの種類が全部で13種類です。はい、めちゃめちゃあるよね。こちらがねずこです。善逸。伊之助。それではですね、ちょっと食べていきますか。いただきます。めっちゃ肉厚な砂糖。思ってた以上に砂糖のね、厚みが大きかった。すごい甘い。甘い、めちゃめちゃ甘い。賞味期限は2020年7月14日までです。コーヒーに入れる角砂糖、角砂糖をダイレクトに食べてる感じ。それぐらい甘いです。甘党なんですけど、数ある甘い中の食べ物でも上位に入る甘さです。それぐらい甘いです。強いて言うならば、卵ボーロが超甘くなったっていう感じ。食感的にはね、卵ボーロですね。こちらを2種類ずつ買ってきました。トレーディングアクリルスタンドとトレーディング缶バッジ。ちなみにこれの取り方はこう並んでたんですよ。もう2個スッて取ってきました。果たしてこう2連続で同じ種類なのか。書き初めバージョンタイプ A ということで、オープン。誰が出るかな。おー、マコモ。マコモのアクリルスタンド、これが1個600円です。連続で取ったからまあ違うとは思うんだけれども、せーの、ドン。ダブルマコモ。違うとかない、これ、全く一緒だった。これを取ります。ガシャポンでもこういうタイプ簡単なやつあるけど、やはりこっちのブッパーの方がクオリティ高いですね。ちゃんと畳のようになってるし、もし今から行こうという考えている方はよーく考えてください。マコモゲット。で、ちなみにこっちの缶バッジはバラバラになってたんで、バラバラ取りしました。トレーディング缶バッジ書き初めバージョンタイプ A、 1個400円です。あ、おおおお、熱っ子が来た。すげえ、めっちゃ可愛いね。書き初めということで正月頃に発売されてたのかな。めちゃめちゃ可愛いねずこ。せーの、ほっ。おー、すげえ、炭治郎だ。めっちゃ神引き。こちらの缶バッジ、炭治郎とねずこでしたね。で、買ってきたものは終わりなんですけれども、こちら、これはある一定の金額以上買うともらえるポストカード。以前上野のカフェ行った時にももらいましたね。せーの、ほっ。富岡義勇さんが出ました。こちらね、初めてゲットしました。クッキーかこちらのね、飲み物を頼めば1枚もらえるカードです。それではいきます。1枚目、これもらった順に確か来たはず。1枚目、これ神ですね。ナイツ引き。2枚目、しのぶさん。はい、二等身キャラと通常キャラバージョンがあるんですよね。おばない。4枚目、富岡義勇。3枚、善逸の通常バージョンですね。ほっ。無一郎の二等身バージョン。なかなかコンプリートは難しいですよね。煉獄さん。はい、伊之助の通常バージョン。炭治郎の二等身。品塚はサネミ二等身。はい、煉獄さん、ここで被っていく。伊之助、かぶり。からの、炭治郎、二等身。そして最後が、た、品塚、さねみ。そう、ここで被ったんだよね。なんかね、途中で被らせてきたような、全部カードがなくならないうちに違うところからこう、
配られたような気がしないでもないんですよね。ヨドバシのところにですね、交換会みたいなパカって開いている人たちがいましたね。煉獄、伊之助、炭治郎で品津川で、ここでほら煉獄、伊之助、炭治郎、品津川、ここで被ってしまったのが痛い。これが配列ですね。忍さんのね、二頭身バージョンと禰豆子の、頭身欲しかった。はい、というわけでいかがだったでしょうか。鬼滅の刃秋葉原で買ったグッズ紹介でした。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の鬼滅の刃の動画でお会いしましょう。